際映画祭もね終わったし、次は国際通りを練り歩いて私たちの存在アピールとイケメン探しでレッツそわそわあれ呼ばれてるよ、私呼ばれてるよ、ちょ、お腹いっぱいイケメンいる、イケメンどうするイケメンと何ができるイケメンと何ができる何ができるあれ、あれできる、あれまた今度ね、また今度ということでした。スクランブル交差点進行中。待って、超可愛いんだけど。可愛い。めっちゃ可愛い。私どっちが可愛いかな。違う。あ、お顔大丈夫。あ、大丈夫ですか。お名前は。なんかムーミンちゃんね。ムーミン。はい。どうぞ、中絶が分かんないの、素敵すぎ検査しないと分かんないの、ゲリクロさん素敵、LGBT だなLGBT 確かにクロカフェは近くないですか。カフェはあっちの方にあるんですけど、この子たちは保護動物園っていう動物園にいるんですけど、クロメインでカワウソとかカピバラとか動物園この通り沿い。あ、そうです。ここまっすぐ行って、あの釣り石鹸っていうところの隣に下に住んでるところがあって、そこに。魅惑のアンダーグラウンド。そして地下アイドルになればよかった。もう地上に出てきた時に私終わるよね、もう。今地上戦だから。地上戦に出てる。地上戦だから。入場料とかある。そうですね。基本的には大人の方専用で入ったりもいろんなこと触ってもらうし、無制限、時間無制限もあるし、で、沖縄県民割と修学旅行生割とかもあって、どこやったっけ、旅行割はないかしら。あの私たち頑張って助走をたくさん生産するので、いずれ助走割りができるといいなって思います。助走しますね。常に助走が多いすごいだよ。なんか男性なの遠回りで髪があるよね。多分女性です。でも目に合わせた人に合わせたら、あんたに食われるんじゃない。あんたが食うんか。食べあ、ほんとだよ、人間は。どっちが可愛いですか。全員全員あと一緒はね。ごめんなさい、全員全員です。全員です、すいません。大丈夫、あと編集するから。あ、よかったよかった。カワウソもいる。カピバラさんとかムソさんとか、あ、私とか、あ、ダメるじゃないですか。天然記念物かわいい。ニャンバルカちゃん、ニャンバルクイーン、みんなニャンバルクイーン、ニャンバルクイーン、ニャンバルクイーンだ。ニャンバルクイーンだでさ、私とどっちが可愛いですか。素敵、可愛い。頑張ってください。ありがとうございます。また今度。はい、いつか。次の時にでもします。あの時も来ますので。頑張ってください。ありがとうございます。楽しいね。ここですね、沖縄ここにいろいろいるみたい。
皆さんどうぞ遊びに来てください。はい、牧野アラカーの専門学校に来ました。この試合をいただきに、じゃあまた来年もちょっと楽しみにしてます。牧野国際映画祭また来ます。はい、ここは那覇のね、太平通りにある阪神スープカレーのね、おすすめのお店があるということで、早速中にそわそわしながら行っちゃいます。レッツゴI'm going to go to the hospital.